あれ、チューすんのかい浮気をしましたはい、みなさんこんにちは。ゆかチャンネルのゆかとすんちゃんです。ゆかすん夫婦です、はい、今日はまだすんちゃんに言ってないんですけど、はい、一つ話したいことがあります。はい、いいよいいよ。なんだと思う？なんか見るんじゃない？ね、なんかしたんじゃないこいつそう、実はゆかちゃん、はい、浮気をしました水なんか普通掃除とかじゃない健康なの？そうそう、酒飲めないからごめんなさい、すんちゃん。はい、いやもう、こういう時期が早く来ましたんだねどう思う？どうする？なにじゃあ私もチャンス以下行きたんかい？なに、あなたはいいけど俺はダメってことなんだ？あ、それでは皆さん誤解しないでね。これは、はい、うん、シラメンゼーテのプロモーション動画を撮ることになって、うん、でなぜかあの相手役がすんちゃんじゃなかったっていういやいや、最初は最初はね最初はカップルを新ラメン接点で撮りたいんですって聞いたから、俺も心の中ではうわやっと来たお仕事ってなんか俺の顔でいける時代が来たんだね、この時代本当にいい時代だねと思って、皆さんうちらの仲間もいける時代だね、俺が代表になっていけます、この顔でも代表でいけますと思ったけどその瞬間なんか電話で、あ、あの相手役はもういてってえって私もなって、だからすんちゃんとのお仕事ではなかったんですけど、ゆかちゃんがすんちゃんに美味しいご飯食べさせれるように頑張ってきました健康的健康なのでその動画を今日は一緒に見ていきたいと思います。浮気されても楽しだななんか今回のその辛ラーメン贅店のコンセプトっていうのは、多分1日でチェジュを楽しむコースっていう感じでいきますね。はい。한국인이가장사랑하는섬제주천혜의자연을품고있는제주를온전히마주하기위해떠난딱하루ほら、딱하루만1日だけね。제주らしさをそのまま感じられる生花畑。そうだよ。あ、ゆかちゃんだ。そう、生花に溶け込んじゃいけない。生花に溶け込んじゃいけない。韓国で一番たくさんの花を見られる場所が제주島なんじゃないかな。菜の花を背にして写真撮りたいな。すごくない？足あーで笑わないで여기어떻게가는지아시나요오자연스러운데근데괜찮은데요가알려드릴게요네감사합니다좀어떻게어떻게보여조금그래도그래도괜찮은데一番楽しみにしていた제주세무주ここではチェジュの伝統的なお酒の試飲や思い出の味が体験できるみたい。한번도안먹어본사람ちょっと待ってちょっと待って、ね、今のここねすごいすごい幸せに見えるね。ね、すごいいい笑顔やろ。いや、こんなに笑顔見たことないからね。なんで？ちょっとプリコやんお前。そうだね。ああ、プリコすんじゃねえぞ。プリコすんじゃ。저도한번먹어본사람은없다는제주특산물오메기떡고소한팥고물에쫀득하고달달한오메기떡은정말사랑해요뭐이네어떻게오제주시내요천안에모텔을構える신라면제인3階のビューティーコーナーはストピーこれやられたねゆかに皆さん気をつけてくださいね免税店ついていけたさすがうまいぞ前もね私その前あってね騙されたこと記憶が残ってますすごいねさすがありがとううまいうまい絶対立ち上げる高い高いやつかわるいで。なんで？あ、メガネも買っちゃう。おお、イサングラス買えてるんで。ダメだよ。でも意外と結構自然じゃない？あ
나이거는해녀와제주도를익사이팅하는나이거는해녀와서핑초보라도나이거는해녀상10년경력종달리해녀상자진짜알려줘보드위에서치우르나너말제주도를야왜이래가장좋은방법이아닐까すごい疲れた心と体を癒してくれる特別な空間、チェジュ島の美しい夕日を眺めながら何笑ってんねんこれ。レスターハウスがシージェジュ、まるで絵に描いたような。笑うんじゃねえぞ。でもすごい可愛い。ああ、야시장があるんだ。하루를마무리하기에아직아쉽다면어기레이다제주의자연과맛있는음식을한번에느낄수있는삼목원야시장비만오지않는다면매일오후5시부터야시장을경험할수있다고하니꼭가보자숲속에서즐기는맛좋은음식들이게힐링아닐까하나까이야로2人도아사무가제주에서기레이다네오오이거오오아니야추수목가에나이말미끄리다나이はいはい、はい、こんな感じでした。新ラーメン絶店のあのティーチプロモーション動画でした、はいはい、どうでしたか。いやまあ見たらすごい、はい、なんか綺麗に撮ったし。そうでしょ。結果はあの一番残ってるのはやっぱあの男騙されて免許店ついていかせたそれが残って、そうだね、使わせる女っていう、はい、すごいね、これは間違いない、はい、いいと思いますよ、ゆかちゃん曲を。私、あの、うん、デビューしようかな。どこで演技。いやいや、そこまで皆さん連絡待ってます。何の名言でやるわ、やらないよ。ピティニー。じゃあ、じゃあ、わかったわかった。どうでしたか、あなたはなんかこうやって撮って、ね、こうやって見たら感想は。そうだね、なんかこの何分だった、さっき5分以内でしょ。そう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 、の動画を作るのに本当にたくさんの時間と労力とっていうのを費やして、でも1日2日かかったじゃん、1泊2日の撮影だったんだけど、これを5分ぐらいにまとめてるっていうことはすごいなって思った。本当なんか私がいつも YouTube まあ編集したりとかするじゃん、でうちらで企画したりとか、それもなんかもっと頑張んなきゃなってちょっと勉強になったし、そうね、勉強になります楽しかった。そう、楽しく見えた結構、まあ、よかったと思うよ。すごいなんか他の男にこんなに笑顔するゆかも久々に見たし。そうなのでし、お酒試飲したりとか、うんうん、おめぎと作ったりとか、あとサーフィン変なになったりとか普通にやった。いやびっくり、あんなにあのヘニョ感が出ると思わなかった。お前今のヘニョ感、ヘニョ感すごいでした。私の想像の中ではあのなんだっけ、サンバディのあのサッピンのシーンあるじゃん。ああいうあのスラッとした感じが出ると思う。いやいや普通にヘニョ終わって休憩する女だったよ。あ、今日はチョンボク5マリかって感じ。まあでもいろいろ体験できて楽しかったです。はい、じゃあはい、それでは、はい、こんな感じのゆかが浮気いたらどうよでした。はい、それでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。インスタグラムとツイッターのフォローとチャンネル登録もお願いします。それでは次の動画で会いましょう。はい、バイバーイ。はーい水いっぱい飲もう